コメントでリクエスト来てて、昨日できてたことが今日できなくなってるっていうことがあるらしいね。そういうことって結構ある結構ある。ある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 だね。ゴルフあるある。全然びっくりしないこと。あ、そうなんだ。それはじゃあんであるのかんとね。平井宏明の。一番大元として自分のスイングをしてないっていうことがまず一つ。うん。それなぜかというと、 例えば、練習場行って、ナイスショット打ちました。で、あ、いい、このスイングいいってなるじゃないその時点でもう自分のスイングじゃないわけよ。自分のスイングをやろうとしてたら、あ、いいってならないから。なんないのなんない。どういう感じなの例えば、自分の、自分の本当オリジナルのスイングだったら、出る球にびっくりしないことが多いのね。そう。でも、あ、いい、なぜかいいっていうと、自分の体とその動きのギャップがあるし、で、それで出た球ともまたギャップがあるわけよ。 そうすると、じゃあその A のスイングができましたって言ったら、これいいって言って A のスイングをずっとやるでしょそれずっとやってたら自分のスイングじゃないのをずっとその日できるわけよ。その日のテンションだから。で、次の日になったら絶対それできないから。そう。で、あれ昨日感じよかったのにできてたのに、次の日できないっていうのは、それはもうね、ほぼほぼ当たり前というか、できない。それはその日、昨日よかったっていう話だったじゃないその昨日まで、その前の段階 からずっと昨日までやってきたことが自分のスイングを作る工程をできてなかったってことなんだよね。そう、自分のスイングがちゃんと出来上がる前にナイスショットを打っちゃったから、結局それが自分でどういう風に動いてナイスショットを打ったのかが分からないの、本当に。それでそれを続けられないんだよね。要はどうやって動いていいか分かんないから。どうやって動いていいか分かったら次の日も絶対できるわけ。同じようにやれば。同じようにやれば。でも、感じがいいって言って、 感覚的にやっちゃうから、それができなくなっちゃうの、次の日。同じ感覚じゃないから。一回寝たらね。それと同じようなことで、例えば、コース行って、前半良くて後半悪い。前半悪くて後半良い,い。っていうのも全然ある。一番多いのは前半良くて後半悪いのが一番多いんだけど。うん、うん。そう。で、まあ、ある程度やってきた方で、まあ、レベルが上になってくると、前半悪くて後半良い,いっていう人も増えてくる。うそう。それも変わっちゃう変わっちゃう。一発で変わるから。 例えば、林の中から無理やりグリーンを狙おうとして、今まで使ってなかった力の度合いを超えて、バーンって打った次のショットとかでもう全然崩れちゃったりするから、スイングが。そう力感が変わるからね。 あとは、無理やり、まあ、ほとんど無理やりショットとかなんだけどね。ああ、そうなんだ。うん。あとは、頭の中の整理がついてないショットを打っちゃうとか、例えば、1番、2番、3番って、T ショット、セカンドって、共にドロー、ドロー、ドローで行って、4番ホールで、イメージが、すごいフェードのイメージが湧いちゃった。で、実際打ったら、めちゃくちゃいいフェードが出ちゃった。で、バーディーチャンスについちゃった。うん、って言った時に、5番ホールで迷ったりして、動きがもう、わけわかんなくなっちゃう時もある。あどっ

自分の整理がついてないで打っちゃう場合がある。それで、例えば一発5番ホール曲がるでしょしたら6番、7番、8番って曲がっちゃうことがある。それもあるし、あと、単純に前半、後半で分けると、よく、俺も思ってるし、ひろゆきもよく言うんだけど、午後一のショットって一番大切にしなきゃいけない1日の中で。そう、それは朝練習するなり、まあ素振りしてスタートするなり、前半って意外と自分を伺って丁寧にゴルフするんだよね。振り方だったり、スピードだったり。 でも、前半調子いいとする。うん、それで、後半、関東のゴルフって、ご飯食べたりするんだよね、やっぱり、お昼。で、そうすると休憩するじゃないう,、ね、うん。でも、頭の中は、前半プレイしてきた頭でいるわけ。あ,あでも、体は休むでしょ。そう。だから、そう、そうとギャップが生まれるじゃないで、午後、楽しんでお酒飲んだりして、スタートするじゃないしたら、頭の中のイメージと、一回動いて休んだ後って、体だるくだったりするでしょ。ね、うん、やってると分かるよね、うん ああそれで、午後一スタートしたら、もう当たらない。うん。だから、もう一回、朝一と同じ工程をしやらなきゃいけないんだよ、本当はね。練習はいけなかったにしても、素振りを入念にやるとか、準備運動するとか、本当はそれをやらなきゃいけない。午後の一発目。うん。でも、やっぱり、午前中あんだけ当たってるから、ちゃちゃってやって、午後スタートしたら、もう午後一いきなり OB とか、結構あるのがチーピンとかね。うん。そういうことは多い。 一回温まった体がさ、冷えってそう。次動く時のさ、こんな動かないのってあるでしょワやばい。スポーツやってるとあるじゃないある。ねあれは、びっくりする。びっくりするでしょうトールくんなんかね、野球やってたりさ、今ランニングしたりさ、やってるとやばいでしょやばい。壊れんじゃないかと思うじゃない一回冷えるともう。ダメだよねそう。で、特に夏場なんて体動くじゃないで、クーラーじゃないお昼。もうダメでしょいや、ダメ。ダメだよね危ないよね あめないと動の？うん。で、汗で冷えたりとか、あとは、まあ、冬は単純に寒いとか、うん。ある、ある。変わってきちゃうもん変わってきちゃう。で、振り慣れてない方だったら、握力に影響するのね。あ確かに。そうそう、ずっとこうあった、倍ショット握ってると、握力なくなってくるのよ。そう。そうすると、ちゃんとしっかり握ってんのに、こう握れてないとかっていうふうになると、もちろんそれもね、クラブが遅れたりとか、当たり負けにつながるし、そういうことも、す そう、だから午後の一発目っていうのは、相当意識をしてないとダメっていうこと、うん、今の、リクエストは、ラウンド中に急に当たらなくなっちゃったっ、うん。あーあ。なる,なるほど、なるほど。うんとね、それ、 もう、もちろんプロでもあって、ほんとさっきのドローフェードのイメージもそうなんだけど、それはね、突如として、例えば、ミドルホール、ミドルホール、ショートホール、ミドルホール、ロングホールとかってくると、そのロングで8割で振ってたのが、8.5ぐらいで振りたくなる時もあるのね。ロングだからって言って、そうやってテンションに変わる方もいるのよ。そういう時に、8.5にしてたら、全部のパーツを8.5に合わせなきゃいけないのに、 クラブだけ8.5に力に合わせちゃうと、やっぱり曲がったりする。そうすると、今ちょっと曲がったなと思うと、ナイスボールなんだけど、ちょっと左行きました。って言ったら、絶対にその経験者って、それに反応して、次のセカンドだったり、次のホールのティーショットを、左行ったからっていうイメージを、ほんのちょっと頭にやっぱ、よぎるわけよ。そうすると、今度、 ちょっと開きたくなったりするのよそれで調子って崩れる、簡単に崩れる。だから、一番最初の話に戻ると、自分のスイングがちゃんと動いて、自分の動き対応にちゃんと動いた練習をしてないと、ラウンド中にそういう崩れにつながる。だから、プロは同じ練習をずっとやり続ける。それは自分のスイングプレーンもそうだし、体の使い方、あとは力感もそう。あとスイングの大きさだよね。振る大きさ。それはすごい重要だから。 ただ、解決方法として、曲がり始めたなと思ったら、うん、とりあえずどん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 下の動きを抑えた方がいい。<ー>で、上を、その、常識の範囲内で上げられるだけ上げた方がいい。クラブ、腕、上半身を上げれば、うん、とりあえず当たるから。うん、あそう。そう,そう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 。ワンアップ動画で言ってること全部っていう感じ。ね、うん、そうそうそう,そう。ね、そう。戻すための動作に、<ー>結局、 曲がるってことは、戻ってないってことじゃない綺麗にまっすぐ戻ってない。うん。だからその動作を無理やりでもやっぱやらなきゃいけないコースって。本当にコースって綺麗事通じないから、その場の全ての結果だからさ。そうだね。ね、うん、そう。だから、どんな変なスイングしたってやっぱいいわけよね。結果が良ければ。うん、うん。納得するかしないかはその後だから。うん、うん。だからまずコースで数字として出さなきゃいけないことをやっぱやらなきゃいけないよね。うん。うんそれが そうだね。ってことは、この練習場で、下半身止めて、上半身だけで、打つっていうのが、いつでもできるようになってないと、当然、そういう風になった時にはできないってことだよね。答えですね。本当に、そういうこと。それしかないの。あ、だからあれだ。いつ、いつでもどこでもそう。そう。ああ、なるほど。超ハイレベルな滑り止めだから。そういうことよね。そう。それに、ほんのちょっとだけ下半身加えたら分かんないから。 まあ、足上げちゃえば、そう。ね、そう。わ、うん、かんない。そか、フィニッシュがちゃんと、うん、あの右足上がってたら、うん。かんないんだ。うん。大げさ嫌いは全ショットそれね。あ、そうそう、だって、普通に当たる、当たるし飛ぶから。<laughs> そんな楽な話はない。そう、それに、じゃあ、今日は、下の芝のコンディションがこうで、雨が降ってる、風が吹いてる。 とかで、じゃあ、ボディアクションを今日はどれぐらい加えた方が、より自分に有利なのかなって言って、オンにするかオフにするかを決めてるだけだから。そう。だから、言っちゃえば、ベタ足手打ち的なものっていうのは、ラウンド練習上全部は全ショット入ってる。うん。そう。あとは、その体の動きをどれぐらい入れるか決めてるのね。そう、そう、そう。それは自分の。 無風だったとしても、超グッドコンディションでも、自分の体の調子に対して、入れた方が良さそうだなとか、入れない方が全然いいなっていう、その使い分けだよね。それは考えてやってないっていうか、出た球の反応で自分が反応してるだけだから。<ー>うん、でもボディーターン知らないんでしょうん、あんま詳しくないよね。<laughs> <laughs> 言うんだよね。<laughs> <laughs> よね <laughs> トールくん最近言うんですよ。そう。本当は知らないんでしょ、つって。そう。<laughs> ずっと一郎と。<laughs> そうだよね。えー、そう。なるほどね。そう,そうそうそう。そういうことね。うん。そう、だから、本当に一言じゃなくて、うん、いつ自分に怒ってもおかしくないことだし、本当に絶好調で、うん、優勝争いしている人でも、いきなり後半の最後の方に、いきなりミスショットがボカって出たりしたりするからね。それってね、本当、いつ顔を出すかわかんない。えー、うん。 でも本当にね、予兆もないし、なんか全然、えっていう感じの時もあるし、でも朝からそんな感じしたんだよなっていう時ももちろんあるし、うん、やっぱそういうのがじゃあ試合の時とか出ちゃった時は、うん、ではベタ足打ちをするのやっぱそれに近いことやるよね。その滑り止め。そう。そう。やっぱりクラブと腕の振りっていうのを、やっぱり多少素振りで相当強くして、本番でうまく上を勝たせるように打つっていうことは、絶対反射的にやる。止めながら。うん。 そう、動かないようにして、上を動かすように。うん。それはもう多分ね、もう反応的にやっちゃうよね。う,ねうん。そう、だから気をつけてもらいたい551と、あと、うん、は、通常のヘアウェイから打つショットと違うショットを打った後は要注意。そう無理して振ってるかもそう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 。うそれプロはどうしての例えば、その林の中からグリーン狙う時とか。うん。それは想定内だからプロは大丈夫想定内だし、うん、はっきり打つ前に頭を切り替えてるから。 ここはこういう動きでバチンって打つよって自分で分かって打つじゃないでも、例えば、なぜか崩れちゃう方って、そういうとこから無理やりに何も考えずにバンって打つだけだと、その同じ筋力を普通のショットでも使うことになるから、その普通のショットに影響が出てきちゃう。ちょっと分かって変えてんのね。そう変、変えてる。変えてる。変え、うん、てる。そう。ここか、<う>ここか。<laughs> チャンネル登録してね。絶対なんか言われる <laughs> そう。でも間違いなく上腕です。上腕です。トラブルショットになればなるほど上腕が物を言います。うん。腰でも背筋でもなんでもないです。 かかしいんじゃないのないです。トラブルショットで、距離をめちゃくちゃ出す。普通のトラブルショットでグワーンって曲げるのは、その体の動きももちろん必要だけど、林から適切な場所にバーンって出すだけ、上腕です。とリストです。本当に。<laughs> そう,なんうん。そこがね、やっぱりすっごい重要。 初めのの質問だととあれか昨日日までででききてたことが今日できないも同じ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 だからとにかく簡単に答えを言えばその方のスイングをもうオリジナルのドノーマルのスイングをしてくださいって言った時に毎日違うスイングをしちゃう方が多いそういうそう昨日できてたのに今日できないっていう方でそういう方が多い固まってない固まってたらそういうことにならないし戻ってくればいいのそう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 でそれをさ自分のスイングを知ってるってことはできる ってことじゃない,いう,なん、ね、うん。そう。だから、<laughs> その、成り行きでスイングしちゃってたり、<laughs> 今日はこういう調子だからこういうスイングをしようとかってなっちゃうと、意外とできない。うん、だから、自分だけの、これは絶対当たるっていうスイングを絶対早く見つけた方がいいし、うん、もうそれはもう本当形じゃないんですっていうこと。やっぱりね、球筋とスコアで、こう、見せつけた方がいいんだよね。うん、スイングではない。逆に形から入ってる人で、うん、<laughs> うまい人もいるの こ <laughs> ういう状況でうんとねいると思うんだよいるよいるよ話とかじゃなくて、うん、そのあくまでもアマチュアレベルででもやっぱり多くはない俺が見てきた中で言っていいじゃ <laughs> そうなのやっぱり <laughs> ゼロだね。本当に。うまい人は気にしてないうんとね、キラリンがそうだから。あの、キラリンっていうのは、あの、僕がアメリカ行ってた時に、同級生がいたんすけど、キラリンっていうあだ名がついてた子がいたんすよ。その子がそうでした。スイングタイガー・ウッズだから。えかっこいいじゃん。タイガー・ウッズの動画と雑誌しか見ないから。そう。タイガー大好きなの大好き。あ、だからジェフに習ってて。そう。そう。で、90から100ぐらいだから、スコア。 90かだから、まあ、そのイメージもあるし、うん、自分のスイングじゃないから、多分感覚が出ないんじゃないかなと思っちゃうよね。かといって、タイガーと同じスイングする人はプロにいないでしょ、一人も。そう。じゃあ、ジェフからなんて言われたんだろう、ね、そうなのね。実際にタイガーを教えてたジェフはさ、そのキラリンに、ー見てうん、もうね、ジェフは相当、<laughs> おい、ヒ労ロみたいな感じだった。<laughs> おい、ヒロ、見ろ。今日もタイガーがいる。<laughs> で、俺は、まあ、四五回言われたよね。<laughs> うん。別にジェフは馬鹿にしてるわけじゃないの。ただ、相当タイガーが好きなんだなっていう。いう意味で。言う意味で言ってきた。そう。おい、ヒロ。ヒロっ、つって。タイガーがいるっ、つって。いや、ほんとに、300ヤード先で見たらタイガーだったね。うん。こ <laughs> タイ、タイガーじゃないの俺っ、つって。 だからクラブも、要はもう、タイガーにそっくりなクラブセッティングにして。あれはャフトなんだっけ絶対 X しか使わなかったんだっけなんかそんなにってなっそう、X だし、マッスルバックだし、そういう感じだったよね。絶対打てないなって思ったけど。絶対てない。そう、だって。自分のスペックじゃないんだもんね。そう、タイガーのスペックだから。自分のスペックではない。だって、7番アインで110ヤードくらいしか飛ばせないの。重いから。 それやばいっしょ。それやばいよね。もうね、詰まっちゃうからサンドウェッジまで。<laughs> 下の距離が。熱い熱い。もう。くしてるしそう。ショートゲームの神様。<laughs> そう。で、まあ名前は言えないけど、誰誰っつって。まあ仲は良かったからさ。うん、うん。お前もうちょっと考えろよスペックっつって。うんうん、みんなに言われて。うん、で、変える気ないのかっつってみんなに言われてたの。で、まあやっと最後の方変えたんだよね。そ、うん、したらやっぱどん,どんどんどん飛距離も伸びたし。ええー そう。そう、全然やっぱり違うし、7番で100、十50ぐらいやっぱ行くようになったし、だから、誰々これぐらい違うの分かったでしょって、みんなに言われてた。ドライバーなんかも本当に200ヤード行かないぐらいよ。本当十17、8、9歳の子が、その頃なんてさ、もう体、無知のように使ってさ、もう、ね、百8 0ぐらい行くぐらいのイメージじゃないバチンって振って。でも200行かないぐらいしか振れないのよ。重いから。<laughs> <laughs> そう。だから、それじゃダメだろうって言って、で、まあ、スペックも落として、だ最初ね、一緒に来てる俺らのドライバーを片っ端から撃たしたの。したらもう、どれ撃ったって飛ぶわけよ。<laughs> だって一番重いんだから、彼。<laughs> じゃあ、飛ぶようになったんだ。飛ぶようになった。普通に、だから普通ぐらいになったよね。だドライバー250ぐらい、<laughs> 7番ヤンで150ぐらい。そう、だから全然普通でしょ そう、ピッチングで120ぐらい行くようになったから、だからお前3番手4番手飛ぶようになっちゃったねっ、つって。楽しいだろっつって。そう。いや、楽しい、っつって。だから、そうやって素直にさ、変えたらやっぱそれだけ結果が得られるわけじゃない。そうだね。ねそう、だから、今やってるかどうかわかんないけど、でもそれだけね、変わるっていうことよね。まあそれは極端なスペックだったから余計効果が出たんだけど、でもやっぱり、本人もやっぱ楽しそうっていうか嬉しそうだもんね。打ってて飛んでね。あ そうだからそういうのってあってだからその重いクラブ使ってた時なんかはその重いクラブを頑張って振るようにしてるから自分のスイングがずっと作れないのよ <laughs> 頑張ることしかいつも毎日やんないから,だからそれはやっぱジェフも見ててもう多分かわいそうになっちゃう感じだよね、うん、だからねスペックを変えてやったのが良かったねやっぱね最後の方ね形じゃなくて自分のスイングをうん しないとそう。だから、どんなクラブ持っても、持たされても、自分のスイングができるようにしといた方がいい。そうすると、例えば、シダをしに行った時に、いい悪いの判断ができる。うん、そうだね。そう。そう,そう、どうしてもそのクラブに合わせちゃうスイングだと、シダする意味がなくなっちゃうから。分かんないもんね。そう、わかんない。結果がね。がんねうん。そう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 。そう。だから、まずは自分の、毎回同じスイングができるように、するっていう練習だよね。うん ああそれ練習方法はないから、自分がやろうとしないとね、できないことだから、からある程度自分のスイングを一個まず決めること、今あるスイングでいいから、これをずっとやり続けて、それで完成させないと話は始まらないっていう。完成させたまでは話に入ってないからまだ。そっからコースに出て、例えば打ちのめされました。って言ったら、何に打ちのめされたのかで自分のスイングが、こっからどう枝分かれするかがね、決まるじゃないだから、 あれもいいこれもいいをずっとやってたら、もうずっと決まんないまま。うん。だからずっと前半良くて後半悪いとかになっちゃうから、だからまずそこを決めていただいた方がいいね。そうだ、今回はですね、ちょっと、登録のリクエスト動画引っ張ってきてくれてですね。 昨日できてたことが今日できなくなってしまうのはなぜかという動画を撮っていきました。まあいろいろと理由はあるんですけども、まずご自身のスイングを一つ決めていただいて、それを1ヶ月後にも同じスイングができるように練習をするっていうことですよねな。まあなるべくあのボール数だったり、練習場に行く回数を増やしていただけたら、やっぱりスイングが固まる感じも早くなってくるんで、とにかく打つ球数を増やすことが大事だと思います。はい。 で今回はですね、こういう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度、ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いいたします。